どうも、新宿アボイ金木雄です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。あの、音声配信アプリで、はい、なんかオーディションがあってさ、うん、最終選考まで行ったんですよ。 あれ前は前話した時は前話はあれ二次選考、二次選考だよね、うん、二次選考を通って最終実技審査で1時間あ、そう言ってたね、ラジオ生配信してくれって言われて1時間やったんですけど、うんうん、まああれだね、こう1時間一人で話し続けるっていうのは大変だね、これは、うん、まあ確かにね、大変ですよ。まあ、いや普通にラジオ番組でもさ、うん、1時間ずっと話し続ける人っていないよ、うん、まあ CM とかなんか入るじゃん。まあ、まあ、確かにね、うん、合間合間あるからね。これ俺喉を潤す時間もないなと思ったの、うん、1時間生配信って。確かにね、一人喋ってると今度飲む間がね、間がないじゃん、うん、だからいろいろ考えて、うん、まあ最初喋ってオープニング軽く喋って、うん、でタイトルコールなんかして、で BGM なんかも入れちゃったりして、うん、あ、そういうのは全部自分で、あ、自分でやるんだ。やってくれて、だからもう本当に一人で本当にラジオをやってる感じ、うん、でラジオブースもないから、うん、生活音も下手したら入るかもしれないっていう感じ。家でやったから、あ、うん、でその始める直前、上の住人がやたら騒がしくてさ、うん、で絶対騒がしかったら聞こえるよなっていうぐらいのことなんだけど、うんうん、まあ始まったら全然音もしなくなって、うん、まあ、生活音は多分入んなくやれたんだけど、うん、緊張しすぎてね、やっぱり、うん、タイトルコール全然わけわかんないこと言っちゃって、でその生配信、生配信、ああじゃあもうそれは撮り直しできないから、うん、何だったんだろうなと思って、うん、ほんとなんかそんな難しくないタイトルなの、うん、別に新宿カーボーイ石澤のクイズと私っていうタイトル、なんか面白いタイトル、うん、クイズと私、はい、それがね、なんか新宿カーボーイ石澤がクイズで私みたいな、なんか変な言い方になっちゃった。ちょっとなるほどね、何、うん、なんだろうと思って自分で、うん、情けなくなっちゃってさ、うん、初っ端から、うん、それで1時間持つのかなと思ったんだけどさ、まあいろいろ喋っててさ、一応最後企画もやったの、うん、企画っていうか、まあクイズライブやって、なんか盛り上がったクイズと盛り上がってないクイズの紹介するみたいな、うんうんうん、でここでコーナー行く前になんかジングル入れたら水飲むチャンスだなと思って、ジングル用意して、うん、ジングル入れてさ、うんうん、やったんだけど、もう水飲むのも忘れててさ、終始からからね、うん、行きましたよ、1時間。それは、うん、何人かいるわけでしょ。何人かいるっぽいね、本戦決勝その最終実技審査に行ったなんか、うんうん、面接があってね、うん、この何時にやりますみたいな、うん、打ち合わせかな、はい、なんか1000人くらいなんか応募ありましたっ、ね、応募って、すごい、何人決勝って何人、それはちょっとわかんないんだよね。でも言ったってそんな大人数ではないでしょ。大人数ではないと思うね。でなんか3回ぐらいに分かれてる、うん、1時2時で最終みたいな、はい、で1時の人はもう終わってるから、うん、1時の中でもかなりいい人がいましたね、うん、みたいなこと言ってて、あ、そうなんだ。で俺10分やった時も結構辛かったんですっていう、もう何回も台本書いて喋ったんですよみたいな話したら、いやでも1時間その最終実技やった人はがっつり台本とか構成とか考えてましたねみたいなこと言ってたから、確かに構成必要だなと思ってさ、友達の火災報知器小林君が構成作家もやってるから相談したら、じゃあすぐ構成送るわっつって、うん、やりたいことだけ送ってっつって、うん、で俺まあこういうこんな感じでっつったら、うん、
もう10分後ぐらいに届いた構成すごい、ね、仕事早いなと思って、こういう人が稼いでいくんだろうなと思って、俺本当に俺できないなと思った、これは構成はすごい早い仕事、まずそっちにびっくりしちゃった、自分が1時間配信しなきゃいけないっていう、でさ、オープニングめっちゃ練習したのね、なんか喉の調子が声があんま出てないなって感じしたから、もう始まる1時間ぐらい前に、いやね、始まりましたとかさいやすごいですね大谷選手はとかさ、まあそのね、喋るテンションとか、ね、喋るテンションとか、喋る内容こんな感じかなと思う、それも結構やり直したりとかして、であと BGM どのぐらいで聞こえるのかなとか、で音量の確認とかも必要だったからさ、オープニングはめっちゃ練習したの、で、まあこれでいけばいいやと思って、エンディング俺練習しなかったのね、だエンディング非常にぐたつきましたね、あーちょっと最後の方の言葉とか最後の言葉とか安心しきっちゃう、まあね、とりあえず1時間来たなと思ったら、で1時間以内の俺をちゃんと1時間では収めようと思ってたから、あれだったんだけど、喋ってたら1分とか過ぎちゃってたから、急に終わった感じで、あるしゃみたいな感じで、いや、分かんないけど、それはそれ急に終わったみたいな感じで、いやちょっと情けなかったね。え、それって何、どっかでその生配信は聞けてるわけでしょ、聞いてる人も。聞いてる人はね、まあまあ、いたけど、まあまあ、でもそんなか。ね、たくさんは聞いてます。そこはやり取りはないんだ。やり取りはね、しないでくれって言われた。あラジオだから、あもしやり取りするなら、なんかお手紙みたいな感じで、なんかメールフォームみたいなのなんかなんか、それを読んでくれっつって、で結構そういう本当に配信みたいな感じでコメントやり取りしちゃう人結構いたんで、これ完全にラジオ番組なんでっていう。なるほどね。でコメント1個来てたけど、完全無視して喋っちゃった。まあまあまあね。そういう企画だ。結果っていつ結果がね、早くて10月の、まあ、20日前後みたいなことだったかな、で、まだやってるから、最終オーディションみたいな、最終募集みたいなやってるから、あ再募集、最終募集ね、最終あ 3回に分けてやった。ああ、なるほど。俺は二次募集に送ったんだけど、それをどうするかはまだ決めかねてるって言ったら、全員まとめて発表するのか、まあ、個別で教えるのか、まあ、何にせよ何か分かって連絡しますって言ったら、まあまあまだあれなんじゃないですか、すごいね、それ1000人一人だけな、いや何人もいるんじゃない、なラジオだった、ああそうか、でもまあまあそれでも1000人応募って言ってもね、もう何人か来ればね、もし合格した場合にはミキサーをお貸ししますとかって言われてました。ああそのちゃんとラジオ番組みたいにちゃんと、いや全部自分でやるの大変だけどね、大変だけどやっぱね、あないと俺厳しいなと思ったの、なんかまあ最初はタイトルコールして BGM に載せたんだけど、ああいうのってさ BGM ガーンってきてちょっとフェードアウトしてかすかに聞こえる感じでちょっと喋るみたいなじゃん、なんかそれがね、なんかうまく編集できなくて、でやっぱちょっと音楽持ってた方がやっぱ聞きやすいね、単純に、まあ無音よりね、無音より、無音だとなんか本当になんか、ね、河原で決闘ですみたいなさすごい感じする、ストロングスタイルですみたいな、若干やっぱ持ってた方がいい、ね、そういうのがあるとやりやすい。今大丈夫ですかね、音楽流しといて良かったですね。いやでもやった方がね、これもいや YouTube は分からんけど、まあ映像あるからまだいいけど、ああまあそうか、声だけで、まあ、FM みたいな感じだよね、 FM ってなんかちょっと BGM つせながら喋ってるじゃん、無音だと完全に AM 面白い一本勝負みたいなさなるほどね、なかなか大変だよね、全部操作してタイトルコールつってポーンと押してやることが多すぎてさ、だからまあタイトルコール変な感じになっちゃってしましたけどね、
ミキサーがなければ変な話、どこでもできるっちゃって、やろうもったらできるってことだよね。できる、うん。まあ別に俺ミキサー使ってないからね。まあどこ使わなきゃいけないで、それスマホ置いて、うん、パソコンで音出してとか、そんなことやつか、うん、押した音も入るからやるんだよね。カチカチってね。確かにそっちの音を切れないじゃん。うん、花粉がないからさ。そうだね。うん、確かに。そういうなんかカチカチが多分入っちゃうのがちょっとね、変と。まあまあ確かにね。なかなかね、嫌っちゃ嫌だよね。うん、いや、じゃあちょっと、まあ、そんな話どうなるかですね。はい、はい、ありがとうございました。